抗争での用事を。さて。オンベイシラマンダヤソワカ、剣心に加護。さて、天意殿を待つとしようだ。時を超えし意味見届け。敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。この戦の展開は全て覚えているのでね。対処法もあるというのだ。続けて鉄砲隊出なさい。ではこちらも伏兵出なさい。少々自殺のものではありますが、伸びきって敵の側面を作るのは十分でしょう。分かっていると稚拙に見えるから不思議だ。光秀と諸葛亮、非凡な二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。戦の邪魔だ。どけどけ。お助け。てめえら何してやがる。天意様、お助けください。おう、任せたぜ。しかいっぱの恩義きっちり返すぜ。私の知略に勝てんと思いか。もう目を見張るばかりの戦ぶり。地獄はこれからよ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。敵兵を駆逐した。目の覚める戦ぶり、お見事。そう、あなたたちがダックに協力しているのは何を考えているのか、じっくり聞き出しておいて。敵将を打ち払い。面白いわ、あなたたち。敵は下から流れ入る。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。すごい。
こそ披露せん。官兵衛殿、お見事。そうじゃ、俺もやってみろ。放送で手貸してくれた連中だよな。あん時は世話になったな。今度はわしが手伝う番だぜ。我が魂、今こそ披露せん。待てよ、敵将打ち払い。これはこれは、アクライ殿が味方とは心強い。けっ、おめえは気に入らねえが、協力してやるよ。さて、こんなものでどう。さすがさすが、大変なご活躍。おう、果たせたな。ここからは俺たちに任せとけよ。結構な長旅だったってのに元気なこった。半兵衛の仕業か。ダッキをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って話が通じそうな人に援軍を頼んだんだ。五島北条から援軍を呼んでいたとは。さすがは竹中半兵衛殿ですが、これも計算のうちです。この展開も対処済みだ。やれるこちらの策を全て見通している。だが直接当たるしかありません。すまねえな、助けに来といて助けられてちゃ邪魔ね。高田様。おいおい、なんだ、幽霊でも見たような面しやがって。詳しいな。ここは引かねば。切ろ。はい。おお、おせんだよ。妄想におえ、情けない姿をお見せしてしまいました。よくやったが、まだまだ小さい。すごい活躍。何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。一撃一撃に信念を感じる。
ただダッキに協力しているとも思えません。引けません。あなたたちの真意を見極めねば。この事態、信長様に報告しなくては。光秀殿を退けましたか。では、私がお相手しましょう。周遊殿、無事で何より。あ、いや、しかし、いささか大げさでは。首もらった。ここまでか。撤退せよ。敵将を撃ち払い。お見事な戦ぶりです。劉備殿と家康殿に報告する必要がありますね。勝利の祝杯をあげん。おめえらのおかげで恩義。やる。嘘。おお。なし。